風の吹くまま、気の向くまま、何を見るかは才の目次第。映画バクトの看板書って、歩いて見せますシネマの天地。そう、奴の名は、ザ・シネマ・ハスラー時刻は10時になりました。ライムスター歌丸のウィークエンド・シャッフル。2009年一発目のこのコーナーということで、えー、毎週サイコロで見に行く映画を決め、2008年は惜しくも新作映画100本鑑賞が達成できなかったので、 あの、結局ね、あの、途中で、あの、達成できないことがはっきりしてからは、あの、数えるのをやめたため、まあ、だいたい多分、95本かその辺でした。はい。えー、ということで、今年こそは、100本いってやる、まあ、今年はね、多分、100本余裕で超える予定ではあるんですけど、えーと、かに近い新年の書き初め型映画評論コーナー、雑誌ネマハスラーの時間です。先週振った才能名画はこちらその男、バンダル。 アクション俳優のジャンクロード・バンダムが本人を演じるという、えー、マブルク・エル・メクリ監督のメタフィクションコメディ、ベルギー映画ですね。ベルギーとかフランスの、あれですね、共作でしたね。えー、仕事を干され、真剣争いでも不利に立たされたバンダムに襲いかかるさらなる悲劇を、自虐ジョークを交えながらシニカルに描くということですね。はい、ということで、あのー、ジャンクロード・バンダム、主演ではありますけど、まあ、ちょっとこういった風に一風変わった映画で、都内でもそんなにね、 あの、都内一貫ですっけそんなにいっぱいやってるわけじゃないのに、皆さん、バンダム好きなんですかね結構いただいてますね。えー、っとですね、けんぞうさん、はっきり言ってサスペンスコメディとしての出来は悪いと思いました。しかし、めちゃくちゃ泣けました。 バンダムの身を削るような自虐っぷりは、ここまで来たらギャグだよねという類ではなく、胸を締め付けられるような思いにさせられました。僕も胸を締め付けられてたんでね。<laughs> えー、必死に生きてきたけど、俺の人生何の意味もなかったよという通説なモノローグも、ただただ不憫で見ていられませんでした、えー。そんな悲痛な物語だからこそ、ラストの、ささやかだけどかけがえのない救いは心に染みましたと、えー。あと、ラジオネーム、えっと、サージェントエンジェルさん。 え監督の、監督のってのはさっきのメクリ監督ですね。監督のえバンダム愛が強く感じられるバンダフォーな作品だと思います。ね。木曜洋画劇場スタイルですね。バンダフォー。えー強盗団のコミカルなキャラやモノクロに近い映像がなんとも小気味良い作品でした。何よりもバンダムが素晴らしいです。失礼ながら、ちゃんと演技できるんじゃんなんて思ってしまいました。一人でカメラに語りかけるシーンやラストシーンには本当に泣けてきますと。この映画を見たらみんなバンダムが好きになっちゃうんじゃないでしょうか。バンダム漫才っていうね。バンダム好きがもう揃ってますね、これね。 バンナもそんなに人気あったのかっていうね <laughs> えーあとハチゴさん最近公開されたトロピックサンダーみたいな単純なパロディかなと思いながら見ていたんですが話が進んでいくにつれて、えー、後人としてのイメージと本来の自分との間のギャップに、えー、苦しみ悩む有名人の姿を描いたシビアな展開になっていくにつれて非常に切ない気分になりましたと、えー、スターという職業についてしまった一人の男の悲哀が身にしめて伝わってくる作品でしたと <laughs> なるほど好意的ですねえー、ハンニバルさん 途中少しだらげて眠くなるシーンもあるし、えー、言っても演技派とは言い切れないバンダムの演技や構造的に複雑なところから、両作だと胸を張って人に勧められるという種類の映画ではないかもしれませんが、この映画に出たバンダムの次の作品は間違いなく見たくなるという意味では見た価値のある作品だと、映画だと思います。ですね。えー、あともう大変いっぱいいただいてます。鳥崎サ太さん、えー、とかですね。ダークサイド1号さん、えー、とかですね。あとそうだあのね、エキサイティングマックスさん。 この人が、あの、皆さんバンダム好きだなって僕言いましたけど、あの、一番の多分バンダムファンみたいですよ、この方ね。実は私、バンダムの大ファンなのです。DVD は全て持っていますし、結構あるよ、DVD。えっ、ー、と、劇場公開された映画はほとんど見に行っていますし、バンダムがロッテのエクステリアチョコレートの CM に起用された時は、チョコを箱買いし、周囲の人に聞こえるように、 エクステリアチョコは美味しいなぁと言いながら食べるという痛い行動も取っていたほです。ブラックブラックガンムでも同じことをしましたという,、ね、うんことなんですね。はいということでみのあのバンダムが意外と少なくともここ日本では結構いまだに愛されているというね事実が判明する、えー、温かいメールの数々をいただきましたが、えー、ということでねまあそのジャンクロード・バンダム改めてでもひょっとするとね 何しろ活躍したのが主に90年代なんで、下手するとそんなに若い人とかだと知らない人とかもいたりするのかなっていうのもあるんで、え改めて言っときますと、ま、ベルギー出身。で、元々空手をやってて、え空手チャンピオンですよね。で、小さい時からバレエもやっていると。えというようなアクションスター。で、主に90年代に活躍したと。えで、ま、そのアクションつっても、だからそのバレエとかもやってるあれもあってか知んないけど、すごくまあ、ある意味ちょっとこう、優雅なというか、よく言えば優雅な。 悪く言えばちょっと軽いっていうかね。あのー、すごい特徴的な動きとして、まあ皆さんね、バンダムといえばって言うんで、また割りがありますよね。股、ま、をガーッと開いてガーッてやってみせるんだけど、それ自体は格闘ではないっていう、<laughs> えー、アクションがあったり。まあその軽やかな感じで、すごく、あの、顔もルックスも色男なんで、まあ、よくいれば甘く。 なんかポップなんだけど悪く言えば軽い存在がする感じのアクション俳優、えー、でね、まあ、結構でもとはいえバンダム映画って大体結構みんな見ちゃってるんですよなんでかっていうと「木曜洋画劇場でやっつげやってるから」と「うんえー、でバンダホー」とかね、うんえー なんかいろんな,ろんな最近だとなんだっけダブ,ルダブルゼタバンダムっていうね <laughs> バカにしてんのこの野郎っていうね、まあ、あれはあテ,テレ東の,、ね、その面白いところなんですけど、まあ、よく『12チャンネル』でやってるぞっていうところで、えーまあ、B 級アクションスター的な、ねうんえー、イメージがまあついてる大体いいキャリアの多分頂点は90年代半ばですかね「あのタイムコップ」あと「サドンデス」っていうあたりであのピーター・ハイアムズっていうねあの監督、まあ、あれですよねそうだな 2010年とかね、まあ、いろんな作品撮ってますけどあのー、まあピーター・ハイアムズのこの2作撮ったあたりぐらいが大体キャリア的には頂点なのかなでちなみにそのピーター・ハイアムズもこの辺撮ってからだんだんなんかあんまりパッとしなくなっていったっていうのもありますけど僕この「s t o r ー s a d d ですは全然嫌いじゃん「タイムコップも嫌いっていうかバンダム嫌いじゃないですよ全然バンダム映画は見れば見たで絶対楽しいんですけど で、あの、とはいえ、最近は、こう、まあ、落ち目というかですね、えー、すっかり劇場公開作品も減っちゃってみたいな、これ、まあ、原因としてはですね、その、やっぱ作品的な、これ一本っていうのを欠けてるんですよね。あの、誰もが認める傑作っていうのに欠けてるわけですよね。だから、スタローン、あの、シュアレツネガにとっての、ターミネーターとか、そういうきっかけになるような、まあ、ロッ、あれですね、スターローンはユ名およびあいさですよね、まあ、ロッキー・ランボーっていうね、映画史上に残る名作を本も自分で作っちゃってるわけですからね。まあ、そうだし、じゃあ、 例えばスティーブン・セガール、ね、この作品でも名前出てきますけどセガールは決め手があるのかっていうと別に,別に決め手はないけど、うん、セガールはやっぱしこいつ、本当に人殺してんじゃねえかみたいなそのなんか存在の重みだけでなんとか持ってっちゃってるところがあるっていうね、さっき言ったポップさとかルックスのなんかこう甘い感じとかが裏目に出ちゃったところもあるのかなとかあとはやっぱそのあれです、ね、海外だと結構、失言とかが有名なんですよね、割とバカなこと言うて、要するにバーカっと思われてるわけですよね、ジャン・クロード・バンダムって言うと。で その、まあ、ジャンクロード・バンダム、実在の、誰もが知っている、で、若干今落ち目のアクションスターを、まあ、ジャンクロード・バンダム本人が演じる、というね。その男、バンダムってこれ放題ですけど、現代は、えー、JCVD、まあ、ジャンクロード・バンダムなわけですよね。えー、という。で、そのバンダムが、バンダムが演じる、実在っぽいバンダムが、えー、まあ、故郷のベルギーで、まあ、銀行というか、郵便局なんですけど、えー、郵便局強盗に巻き込まれ、えー、その上、その犯人と勘違いされる、という。 構造。まあ、要するに、まあ、いわゆるメタフィクションっていうやつですよね。うん。まあ、その実在のハリウッド出てるような俳優をネタにしたって言えば結構いろんな映画ありますけど、うん。まあ、マルコビッチの穴とかさ、パッと思い浮かぶることだと。あとなんだろうね、小ネタだったらいっぱいあるんですけどね。あの、例えばオーシャンズ12でさ、じゃあのジュリア・ロバーツが、ジュリア・ロバーツにそっくりっていう設定で、ジュリア・ロバーツ、 入れ替わるっていうバカバカカし場面ありましたよねブルス・ユリスリも出てきてきさあれなんかまあそのメタフィクション的な構造とも言えるよね。あとはその実在ではないけどさっき名前がありましたけどトロピックサンダーとかも実際のハリウッドの俳優とかその撮影のあれをちゃかして描いてるという意味ではメタ構造とも言えるしもっと言えば例えばさうーんロッキー・ザ・ファイナルのさ例えばエンディングの。 あの、全世界のロッキー好きな人が集まってわーってやってる。あれもまあメタ的なね、感動があるとかも言えるかもしれないし。まあ、とにかくメタフィクション的な構造を持っていると。で、その、話だけ聞くとだから、ジャンクロード・バンダムが、落ち目のジャンクロード・バンダムを演じるメタフィクションコメディって、話だけ聞くと俺、すっごい面白そうなんですよね。で、なおかつ宣伝コピーの48歳、アクションがそろそろきついとかさ。 す、まあ、すごい,いいわけですよ選伝し方もよくてあこれ超面白そうって見に行ったで確かにねあの面白いところすごいいっぱいあるんですよ何が面白いかっていうとやっぱりそれはあのジャンクロード・バンダムっていうそのスターの、まあ、決してその愉快とは言えない実像を垣間見れる違うですね正解に言うと垣間見れる気になれるところっていう。 ことですよね、えー、例えばなんかね、その一般の人とに挨拶とか求められるんだけど、そこでちょっとうっかりした回答をしてしまったがために延々、ああ、もうスターさんは偉いですね、みたいな嫌味を言われ続けるとかですね、えー、その会話のところがすっごいおかしいし、あとはもちろんその、ジャンクロード・バンダム映画の、まあ、トリビア的なね、 えー、ネタが出てくる。あのー、タバコを加えてる人を足でこう蹴って見せるっていう、バンダム的なこう身振りがあるんですけど、それをやってみせてくれって言われて、渋々やるとかですね。えー、あとバンダム映画ってこうだよねみたいなさ。あと、ジョンウーがね、ジョンウーをハリウッドに連れてきたのはお前なのに、えー、ね、あいつは裏切りやがって、で、今落ちぶれやがって、いい、いい気味だっていうね、ハリウッドからは追放された形ですから、ね、いい気味だみたいなね。えー、会話があって、まあそういうその、ジャンクロードバンダムネタとして面白いとかいっぱいある。えー、そして皆さん何度もね皆さん言ってらっしゃいますけど、クライマックスで、 まあ、モノローグがあるわけですね。えー、それまでの物語の流れからも外れて、そしてセットからも外れて。もうこれぞメタフィクションという展開ですけど、カメラに向かって、ジャンクロード・バンダムが、えー、実在のジャンクロード・バンダムの実人生を思わせるその実会をするわけですよね。モノローグで。俺の人生何の意味もなかったみたいな。そこが確かに、あのー、まあ、感動的だし、まあ、見る前より、 多くの人にとっては、まあ、皆さんねバンダムファンが揃ってるみたいだけど大抵の人にとっては見る前より絶対ジャンクロード・バンダムという人に好感を持つ内容なのは間違いないと思いますよ、うん。それは面白かったところっていうね。ただね、僕が今言ったような部分が面白さだとしたらね、それはある意味ドキュメンタリーとかの方がもっといいはずじゃないですか。もっと感動できますよ。だって本当の叫びなんだからさ。ドキュメンタリーとは言わないまでも 例えばその銀行強盗とかそういうね、銀行強盗に間違われるとかそういう極端な設定つけないで別にえジャンクロード・バンダムっていう落ち目のスターのうーん実生活をまあフィクションという形でもいいですけどまあドキュメンタリーが一番いいと思うけどさまあフィクションという形で特別な事件とか起こさずに描くっていう手もあったわけじゃないですか俺はそっちの方がよりストレートにその今俺が言ったような良さの部分ですよだったらあるじゃんと思うわけそっちの方がさいいじゃんと思うわけですよで だったらね、そのわざわざここでそのメタフィクション的構造を取ってるわけ。つまり、えー、銀行強盗に巻き込まれるという、いかにもありそうもないフィクション的設定の中に、実在っぽい、えー、バンダムが巻き込まれるというメタフィクション的構造を取っているんだから、その分の、分かります銀行強盗なんていうね、むちゃくちゃな設定をこう絡める、その分の面白さもなければ、この構造の意味がないわけになるわけじゃないですか。ところがね、この映画に関して言うと、そのメタフィクション構造みたいな部分は、実はあんまりうまく、 生かしきっているととは言えないと僕は思うんですよね平たく言えばそのメタフィクションって何が面白いかっていうとすごく平たく言えばですよその虚実の飛膜ね本当なのか嘘なのか分かんないその間の部分でクラクラさせられるっていうことじゃないでクラクラさせられた結果今自分が見ている映画というものっていうものの本質について嫌でも考えさせられちゃうっていうところだと思うんですよね今自分が接しているこのエンターテインメントの本質について考えちゃう っていうところに意味があると思うんですけどそのやっぱさっき言ったようなバンダムネタみたいのがさやっぱ僕は出落ちに近くなっちゃっててバンダムがそこにいてバンダム的なことをやるっていう以上の面白さがなくてその郵便局にその籠城したその犯人たちといろいろ絡んだりとかするいわゆるそのオカミの語語的なといいますかいわゆる人質者ですよね人質者的なシチュエーションと有機的にそのバンダムネタがスイングしてないと思うんですよねでそのいい例が例えば せっかくですね向かい側がレンタルビデオ屋っていう設定なんですよで、そのレンタルビデオの店員が最初にバンダムを見つける、レンタルビデオの店員は最初、えー、チャック・ノリとかの映画と比べて、えー、バンダムはアラブ人をね敵にあの、安易に犯人,と犯人として描いたりしないからみたいな話をしてたら、バンダム本人が取り掛か,かって、バンダムさんっていう。 当然、そこで迎えで銀行強盗という、ある意味フィクション的展開の中にバンダムが放り込まれたら、その向かいのレンタルビデオ屋にあるバンダム作品を、例えば刑事が見ながらですね、バンダムだったらこうやって行動するはずだとかね、そういうバンダム的プロファイリングをするとかですね、もしくはその、えー、ビデオ屋の店員がそういうことを言うとかですね、とにかく向かいがレンタルビデオ屋っていうフィクション的な、フィクションの塊の場なわけですから、そこを活かさないっていう時点で、 なただ要するにそのオオカミたちの午後の焼き直しみたいなあれが延々続くだけでしかもそこのねあのバンダムネタ以外のオオカミの午後的な人質者としてはね全然退屈なんですよそこはなんかもうありがちというかなんというか、うん、で,、うん、でその意味でそのメタフィクション的な面白さが一番堪能できるのはオープニングの長回しシーン オープニングで、えー、とバンダムがです、ね、新しい映画を撮っているでそれがあの3分ぐらいのずっと長浜市のアクションシーンになっていてでそれが実は今、バンダムが撮っている映画で,でバンダムがそろそろこういう映画きついんですけどみたいになっているというのを見せるんだけどそれが一番さっき言ったジャンクロード・バンダム映画とはみたいなものを考えさせる一番メタフィクション的に面白い場面には僕はなってるかなと思う。 まあそこはすごく面白かったんですけどでそのみんなが言ってるクライマックスの『バンダム』の独白もその確かにそのバンダム個人の人生の心の叫びと考えれば確かにそれはすごく感動的なんだけどちょっと引っかかるのはその中でバンダムが「俺が今まで出てきた映画と違ってこれは現実なんだだから人は死んでほしくない」って言うんですよ。でもさ この独白っていうのがすでにストーリーを離れて、しかもセットも離れてね、ぐーっとこうバンダムが上がってってカメラに話しかけてるわけで、つまりこれは映画じゃない現実なんだって言われた観客は、いやこれも映画だって俺は知ってるって思うわけだから、俺はむしろここで独白を始めるんだったらバンダムが俺が今まで出てきた映画と違って、今皆さんが見てるこの映画では俺は人を死なせたくないし、暴力も振りいたくないとか、 要するにそのここもメタ構造に含めて言わなければこの独白の意味がなんかものすごくこう中途半端っていうかメタフィクションとしても中途半端だしうん、まあ、もちろんフィクションとしても中途でそこから先ねクライマックスの後にですねその独白の後にあのにバンダム的アクションが一瞬出るかと思いきやここであの、ね、あの渋谷のシネマライズっていうところでくしくも隣,の隣でそのリメイク版をやっているあのファニーゲームという映画があるんですけどそれ的ななんていうかこう仕掛け。 まあ、メタフィクション的な仕掛けですよ。ハリウッド映画じゃないんだ、これはっていう仕掛けね。を見せたりもするんだけど、なんかこう、中途半端なんだよなだからそのメタフィクションとしてどんどんクラクラさせてくれる。今、君が見ている、この話は、普段見ている、えー、バンダム映画みたいな嘘じゃなくて、本当に見える嘘なんだけどね、みたいなこのクラクラしてる感じも出さないし、例えば、さっきね、さっきどなたか挙げてましたけど、トロピックサンダー的な、その、まあ、嘘から出た誠的フィクション。 これは嘘なんだけど、嘘の中にも誠があって、それはそれですごく尊いものなんだってところまで着地するフィクションなのかどうかっていうね。あれはあれで思い切りの良さだと思うし、あの、この映画のパンフレットでも映画評論家の方がトロピックサンダーと比較してバンダムの方がいいって言ってらっしゃるんだけど、僕はトロピックンダーサンダーぬるいって言ってるんだけど、その映画評論の人は。僕は逆だと思ってて、トロピックサンダーの方が、その嘘から出た誠を描ききるという覚悟がまだ通ってていいと思うんだけどな。この映画なんかね、深刻ぶっ、 割にはねね愛がああるるの分かかんんだけどなんか、ね、であともう1個引っかかるのが、あのー、過去の要するにバンダムアクションみたいのを結局否定したままで終わっちゃうわけでしょこれってそのバンダムが自身が俺が出てきた映画バカ映画で何の意味もなかったでもさそうかなだってそこで終わっていいのかなって思うわけバカ映画バカアクション映画自体が悪いわけじゃないわけじゃないで「申告部」ってこんなこと言って愛あるとか言ってるけどバンダムはこの映画の後に「 ユニバーサル・ソルジャー3に出るんですよ <laughs> そのバンダムの身にもなれよ <laughs> っていうね。だから、そのバンダムバカアクションみたいなのを、ちょっとなんかこう、否定したまんまで終わっちゃってる感じなのもなんか引っかかんなーっていう。もうちょっとそこに、映画そのものね、バンダム映画そのものに対する愛はないのかなとか思ったりしちゃいましたけどね。えー、あと細かい話だけど、字幕で、クライマックスのモノローグで、 からその空手とかの思いね。空手とかを僕は背負ってアメリカに行ったんだけど、そこにオスの心はなかったみたいなことを言うんだけどさ、そこでさ、字幕がカタカナでオスって訳してんのね。でもここはちゃんと漢字で、オスに忍ぶでオスと書くべきでしょ。う空手の心の話をしてるんだからさ、挨拶の話をしてるわけじゃねえんだよ。絶対にこれはダメでしょ。とか細かい話だけどね。<laughs> ただ、 あのー、もうまあ、何度も言いますけど、これで、あのー、バンダムのことを好きになる人も、確実、あの、見れば絶対好きになる。これは間違いない。で、バンダム映画っての馬鹿にするのやめようとかも思うかもしんないし、えー、もちろんバンダムファンは見れば、そのバンダムの魂の叫びに心惹かれることでしょうから、そういう意味では、うん、なるほど。確かにね、見て損はない映画だと思います。えー、なので、うん、まあ、まあ、おすすめです。<laughs>